最近よくあるんだよね。なんかその人権がなんとかで問題でなんかやってたけどさ。いや、だったらお前らが使ってるメンヘラ、俺、メンヘラもすごい、そっちの方が俺むしろさ、人権って言葉ってさ、あの法律に詳しい、基本的に人権の尊重がなんだかのかみたいな頭のいいやつってそれ気になるじゃん。俺、メンヘラってめっちゃ昔気になってたので、ね、メンタルヘルスにかかってる精神障害者をバカにするワードじゃん。なのにテレビでメンヘラとか言ってんじゃん。そっちはいいのかよとかなっちゃうの。自分の関わってるコンテンツには、やっぱセンス当たっちゃうの。メンヘラってさ、バッキバキの差別用語じゃん。メンタルヘルスに通ってる精神障害者たち。だから、おい、お前バカだな、知的障害者だなって言ってるのと変わんないの、俺的に。おい、お前精神病んでるな、メンヘラだなっていうのって、何にも変わんないのね。だそのうち、ダメになるんだろうけど、そっちはいいのかよって俺、マジで思っちゃうの。だから、思います。やめよ。みんなで。やめよ。少なくとも俺が生放送やってるときはやめよ。全部オッケーにしよう。もう教祖じゃん。え、今気づいたの？教祖ですよ。だって、土曜日の、今何時ですか？ 21 時に、ツイッチ、告知もしてないツイッチに、人間の群衆が 43,443 人いるんだよ。こういう宗教が、今日本で新興宗教が、ちょっとずつ広がってるんだよ。これは、島原でキリストが広がったように、もう、抑えきれないの。無理なの。これは。どうやって抑えんのじゃあ。尺は昨日の雑なわけで、要するにクリエイターの発言内容が不謹慎かどうかじゃなくて、クリエイターそのものが嫌いだとか恨みがあるとか、そういった理由で少しでも足引っ張ってる。そうだ、まあそうだね。いや、あの、マジで、あら探せば全員絶対炎上させられる。だってね、2、3人、その精神を病んでる人連れてきて、え、なんで僕たちのことをメンヘラメンヘラって言うんですか？精神障害者をバカにしてそんな楽しいんですかとか言わせて、めっちゃ抗議されたら、レッドブルなんか絶対全クビになるしね。で、メンヘラっていうワード使ってない人いないから。絶対、これしかも俺10年前から言ってるから、メンヘラって俺あんま好きじゃねえんだよ。最近俺もあまりにも耳に、もうテレビで聞くからさ、耳にするから当たり前のに使っちゃってるけど、昔使えなかったのね、怖くて。いや、ヒカキンの福島は別にそれはちょっと違うな。なんか思想的な感じだからね。しょうがないじゃん。お前も差別しといて、わけよ。いや、俺別になんかその、で、言葉狩りやめよ。優しくなろ。メンヘラの定義変わってない。メンタルヘルスにかかってる人、だったよね。昔はそうだったよね。メンタルヘルスに、かかってる人たち。いや、精神病に通ってる方たち。だよな。精神的な健康状態を意味するメンタルヘルスという意味からメンヘラを発生しました。もともとは掲示板サイト2チャンネルでね、メンタルヘルス版で使用されたスラングです。メンタルヘルス版で高頻度の書き込みを行っている人を意味する言葉だったが、徐々に精神状態が不安定な人全般を指すようになっていきました。精神状態が不安定な人全般。あ、メンタルヘルス版で高頻度の書き込みを行っている人に対してメンヘラなの。メンヘラーなんだ！メンヘラーなんだ！メンタルヘルス版にいそうなやつ。メンヘラを差別してるならアウトだけど、メンヘラは別に、いや、俺は、その、こじきだろうがなんだろうが言ってもいいと思うよ。全然。俺だから糖質とかもあんま言わないようにしてる。俺は知識やって呼んでる。知識やってるか、糖質っていうのはなんて言ってるけど、俺、キチガイっていうようにしてる。キチガイ。めっちゃアウトな言葉を使うことによってマイルドにしてる、逆に。統合失調症ってさ、すごい扱ってた病態だったから、あんまり、おい、糖質とかって俺はあんま言わない？俺、キチガイじゃんって言うじゃん。俺も差別は心から来るのと思うから言葉だけで判断して。何お前の、お前、主人公か、お前。お前ドラクエ11の主人公みたいな髪型してんだろ。なあ。お前、キチガイだよ。お前みたいなやつがキチガイって言うんだ。物語の主人公が、坊や、
起こされただろ、お前今日。お母さんに。ADHD 最初につけた理由は、なんか視聴者に、おい、XQC が ADHD、ほんとノリだよ。別に。まあ多分俺も ADHD だろうから。まあつけとるか、みたいな。そんなノリだよ。別になんかその、診断されたわけではない。東郷って言ってた東郷平八郎みたいな。そっちもまずくない？え？ A 級戦犯をこの人担いでるんですか？に、あれ、中国、韓国から怒られそうじゃない？おめえそれ東郷だよって言ったら、日本人からさ、おめえ東郷出張所のやつ、あれすんじゃねえよ。中国とか韓国とかその辺めちゃくちゃ厳しいよ。は？おめえなんだ？東郷平八郎か？天の陛下万歳みたいな、そういうやつか。あ、東郷平八郎誰だっけ？東条秀樹、あれ、東郷って誰だっけ？東郷平八郎って誰だ？東条秀樹だ。じゃあ大丈夫だな。国内の炎上だったらなんとかなるだろう。東条秀樹だっけ？東郷平八郎誰だっけ？日露戦争か？じゃあ東郷平八郎の乱だ。日露戦争の指揮者、むちゃくちゃまたややしく、めちゃくちゃややこいところ来たじゃん。え？そしたらさ、ね、ロシアのさ、プーチンが、あ、この野郎、お前、また、なんだ、日本の奴らが、また変なこと言ってる、みたいな感じで。そう、大塩平八郎が、全部戦争絡みじゃん。やば。外児って言葉の意味は、精神病障害児のことそう。いや、精神病っていうか、障害児のことでしょ。それを、だガキとかバカ、ガキって多分さ、ネットでは悪口って言われてんじゃん。ガキ、子供。外児、なんつうの、バカのことを障害者みたいなのスラングが混ざって、そういう言葉になって、今、日常的に使われてるよね。俺はだから、あんまりそのコメントは広まないようにしてる。子供に嫌われたくないから。俺は、キチガイって呼んでる、それは。キチガイって呼んでる。より、アウトな言葉、分かりやすいアウトな言葉を使うことによって、マイルドにしてる。俺はな。ゲージは使ってるじゃん。使ってねえだろ。ゲージって使ったのは悟空の コメント読まされた時だけだろ。おい！こんなこと言ったらなんだっけ、あいつ、悟空に言わされたんだよ。今、オラのことゲージっつってなみたいなこと言わされたんだよ。俺、子供に優しいから。女に厳しいけど、子供に優しいの俺。今、おい、父、おめえ今、俺のこと、ゲージっつったなって言わされたのね。嫌われたくないの、俺。世間に嫌われてもどうでもいいけど、俺、甥っ子とかに嫌われたくないから。ノリオと山本の、山本は、本屋で発達障害の本を読んだら、全項目ノリオが当てはまってた。あいつ発達障害ちゃうからってラジオに出てきたけど、こういう言い方だと、まだ悟いよな。賢くねえよ。それが、最もダメ。もう、固有名詞プラス、最もダメ。一番ダメな使い方の見本。です。広辞苑に載ってる。ダメだよっていう広辞苑に、アウトの例文として載ってた。こういう風に使ったらダメだよっていう。